あ、じゃあこうだわと思うでしょ。いいや調べてこんな真剣やっぱドミノ指定しただけあるな。ワンペアしか作れない。じゃあ最後いきますか。バルデッチの得意だっていう大富豪縛りありでいこうよ。縛りってなんだっけ。ダイヤにダイヤ出したらダイヤしか出せないとか。宮古内はなしで。宮古内が負けると自動的に大富豪。そうそうだよ。宮古内はなしでいいんじゃない。なしでもいいか。じゃあこれでいい。この感じでいきます。これしかないんだね。そうだね。じゃあ余分バックないんだ、ね、まとめて出すのもないのかな、もしかして。いや、まとめ出しはある。え、まとめ出しって階段とか。階段はないのかな、もしかして。え、あるっしょ。なんか出してなかった、多分一番最初。大富豪どうやって出す。大富豪全然知らない俺。わかんない。どうやって出すか分かんないから。なんかこうやってなんか2枚とかで出したら2枚のペアで出さなきゃダメだよっていう。ああ、そうそうそう。ああ、なるほど。え、これはあったよね。え、これもローカル。あるある。 あるよね。これが縛りってことだ。あるあるある。いや、縛りは違う違う。そう、縛りは例えばこのスペードとクラブにスペードとクラブ重ねたら縛りだね。同じマークのカードが2回連続2人連続で出されたりとかしたら、はいはい、縛り発生っつって同じマークしか出せなくなるみたいな。スペ3と8しかない実質。なるほどね。まあ王道山札。山札ってか捨て札が捨てられてる時のこのパラララってやつ綺麗だな。うん、かっこいい。これが多分縛りかな。これでスート縛りダイヤ縛りって言うんだ。うん、強い。マークのことね。おお、おお、え、マークマークっていうのがスートなの。スートって言わない。スートって言うはずだけど。嘘だ。え、本当だよ。マジ？トランプのマークのことでしょ。なんか、うん、待って待って、2人でやってね。気のせいじゃなかったら。うん、気のせいじゃなかったらごめんだけど、2人でやってるよね。俺らも混ぜてよ。混ぜてよ。はい。混ぜてあげますよ、しょうこさん。出せるやつ。うん。出さってよ。混ぜてあげよう。じゃあ、矢切り。うん、かんつく。ねえ、11バックとかあったよね。11バックとかあったよね。11バックはあったけど、今回はないっぽいね。なんかやっぱり大富豪っていろんなルールあるんだね、そのやる地域によって。え、出せないってどういうこと。何なんで出せない、ジェイちゃん。え、出せない。いや、なんか欲張ってんのよ。ああ。いや、なんか6以上の。あー、階段も革命だけか。お、革命だけ。階段多分革命だけだ。そう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 。4枚からってこと。あれ、マーク揃ってなきゃダメとかないよね、だって。いや、あるよ、それは。え、嘘。え、あったっけ、うん、あるある、それは割とある。マジ全然覚えてないな、俺負けたことないから。俺は割とあるけど、俺の番が来ないから確認はできない。あージュレイさんの番が欲しいってこと？うん。じゃあみんな出せるように弱いやつから。もうすぐするやんそれ。高いし数字も。縛ってくる。四から十は高いよ、ね、もう。でももう多分これには勝てない。一月さんが持ってるからねってこと？いや、さっき結構高めのカード出してなかった？ダイヤの2は多分出たはずけど、ダイヤ縛りがさっきあった。ダイヤのこの時にクイーンとダイヤの2が出て、ダイヤの金がまだ出てない。うん、おお、カウンティングしてんじゃん。はい。ねえ、高いんだけどみんなね、手札良すぎない？いや、もう高いのしかないのよ。マジで？高いのしかない？まあ、じゃあまあまあまあじゃあまあじゃあじゃあじゃあ様子見で。様子見って言って高いの出す気だよ絶対。ああ
これはダメやん。ああ、マーク同じだったら階段あるんだね。マーク同じだったら階段できる。これはどういうこと ?9、10、11 っていうこと、うん。そうっすね。ああ、なるほど。はい。まあ、2はダメ。今、ジョーカー出してるから。てことは、最初のね。ありなんだね。最初の大富豪ぐらいは。え、待って待って待って。あ、なるほどね。最強上がりなしとかなんかなかったっけ？待って待って、見上がり勉強させていただいてます。大富豪前のジョーカーとかは一個前ジョーカーとかなしだった雰囲気だったよね。大富豪勉強させていただいてます。一周目結構これうわー何これ、途中から縛りにもなるの。そうなの、ね、うわ一枚しかないの俺とイチャスさんの一騎打ちか。やったナイス、あった始まったね、イチャスさん。なんかいろいろなんかあるんですよ。階段、階段どう ?3 枚。階段って3枚からだよね。3枚だと思うよ。そうだよね。なんか俺は今3枚からだったね。でも多分3枚以上もできるのかな。まあ3か4か、階段革命とかもあった気がするもんな。伊沢さん始まったね。始まった？うん。俺たちの大富豪。ついに。マジかー。マット。地雷ちゃん本当はいっぱい持ってるのにずっとパスしてたんだ。やられたー。いっぱい持ってることはないけど。うん。あえて出さないで貯めてたんだ。いや勝てないわ。わあ。一番勝ちに近い方法選んだ。強かったんだな。何交換するカードって。出たー、大富豪に。なのね。あげなきゃいけないんだよ。人にあげれるんですよ。あのいらないカード。あげるの？相手は一番強いカードをシルコさんに渡して。シルコさんはいらないカードを人に渡せるんですよ。その、いやだったから、3位だから、イチャチさんかな？じゃあこれ。いいの持ってんじゃん。俺からか、これ。いいの持ってんじゃん。じゃあすごい有利になるんだね。そうっすね。勝ったら、有利になるけど。もうね。ジェネさんどう？いやー、厳しい。厳しい？うん。これはきつい。なんかちまちまやってますね。え、縛りってさ、確か階段でもあったないか、色だけか。いや俺縛りはなんか激縛とかあったよね。激縛なんか聞き覚えあるな。うん、何それ。だから12だったら13のクローバー出したら次は1のクローバーじゃないといけないとか。へえ。スートだけじゃなくて数字もちょっと順番通りに出さなきゃいけないっていう。そう。もうね、新民にはね、そんなものを、もう俺だって、革命起こすしかないよ。ゼロ秒パスだから、そんなの。一気起こしていくしかねえ。そうなんだよ。そっか、革命起こして、その有利になってるカードのあれを覆しやすくするのね。そうですね、強さの序列が変わるんで。一番強いのが一番弱くなって、一番弱いカードが一番強い。出せねーこれ切り札求められてるからな、もうこの時点で俺の切り札出さないといけないから、そんな対応するんだったら。すごいね。いやー、優しいカード。丁寧に行こう、コツコツ行こう、ジラさん。俺たちは、はい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 。なんでそこ協力してる感じになってんの。いやだって俺ら俺らが、ね、大貧民だから。もうほらほらほら、爪弾きにされた。大富豪の出し方見せてあげる。縛られた。マジなんでか聞いて。なんで俺大富豪だから見てよ。なるほどね。3本2枚出したよ。いやー強いなー。いやーこれやばいわ。
わしも、いかんですわ。俺割りたもな。俺でも前に進むよ。いや、強いよ。え、縛ってるこれもしかして。いや、縛ってない。縛ってはない。そうか、矢切りもあんのか。はいはい。やめてくれよ、そんなの。そんな甘いものやめてくれよ。縛るとかいらないから。あ、ジョーカーしか迷ってる人いる。わー、ジョーカーだ。エスペさんも、ま、もうないね。やばい。また。やった？来た。やったね。とどめ刺しに来るやつだ。これどう？これどう？これどう？まあ、それは。出したね、地雷さんの切り札。切り札勝負と呼んでくる俺のことは。ボルシャックドラゴン出した今。ジャックのダブルが切り札。うわえ、階段革命なし。俺のことは切り札と呼んでくれよ、みんな。階段革命なしなのか。今何？え、階段革命なしなの？待って、なしじゃない。革命じゃない。なかったね、もしかしてヤギリって言っただけだ。待って革命じゃないこれ。いやでも嘘でしょ、革命じゃないの。しょっぱいの出したらしょっぱいの出したらやっちゃうよ。めちゃめちゃ下集めといたのにマジで言ってんの。まずは一段階上がる。おあやばいやばいやばい、やばいか。シュガさん、シュガさん、もう少なくとも2ペアで攻めれば、多分あ、いや、2ペアでも持ってんのか、2ペア残すだろうな、最後。いや、残さないよ。1枚、1枚ずつの方が強いんじゃないか。2ペアなんて残さないで、ポーカーじゃないんだ。カルダスさんが今持ってるのは多分2ペアなんよ、多分。いや、ポーカーじゃないから、そんな持ってないよ。なんでかっていうと、さっきので決めに来てたから。いやいや、1ペアね。それ。あ、そうそうそう、ワンペアワンペア。2枚。ちぎり。え、1枚強いの打った方がいいよ。あ、ちぎり。どっちかなでも俺、どうせ貧民だからなぁ。はい。階段革命。いやいやいや、何の迷い何の迷い。いやぁ、ここは迷うよ。アルテットさん出せないの、それ。はい。いや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 。いや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 、超強くない？はい、よく迷ったな、これで。イエス、わあ、俺の負けだ。マジ？よし、大富豪と富豪が入れ替わっただけなんだ。うわー、これどっちださん。一応さ、どっち？え、ちょっと分かってきたこうでしょ、はい、分かってきました。ほらおえ、やった、危ねえ、危ねえ。ちょっと待って、めっちゃなるほどね。結構やばい、抜け出せないんだけど、一生結構面白くないですか。よね、面白くなってきたね。これ宮古内ありにしたいよね、割と宮古内っていうのはありでよかった。かなしにしたんだけど、結構、ね、なのかな、もしかして自分が大富豪になるつもりいたのかな、みんな。だからなしにしようって言ったのかな、保険で。本当はあれだけど、上のカードじゃなくてもいい強いカードがあるんだけどね。うんうんうん、ああ、そうだね。五とか七とか。五飛ばしとか。知らんそれ。七渡し十捨てとか。あ、知らん。救急車とかね。そう、なんかいろいろあるんだよね。あるけど、多分これが元のルールなんだと、元って簡略化されてるのかな、わかんないけど。ヤギイレブンバックぐらいしか、うちの方は知らんな。でも、大富豪あるあるだよね。なんかえ、ないのみたいな。盛り上がるんだよね。そのルールないんだで盛り上がるんだよね。はい、もう、強いのよ。あの強いなぁ。あの大富豪強い。強いぞ、それは。はい。え？やば、もう。トップスピードじゃないこの人。暴力の使い方。最初からクライマックスの人いない、はい、急に優しい。急に優しいじゃん。じゃあ2のペアを持ってるってこと今1の3枚出してそれってことは。確かにね。いや、まあそういうことになるよね。チョーカーを持ってんだ。じゃあ。いや、俺止めるよ。
ナイスナイスナイス。もうシルコさんの前でなんかチャチなペア出したの？クソみたいなペア出したらダメってことでしょ。そういうことそういうことそういうこと。これ大当たりこれ大当たり。そう。もしくはスペさん残しといて1枚で攻めるか。ちょっとなんかちょっとなんかごめんごめん。いやわかる。でもこれは任し任し。これは大丈夫。うん、はい。え？違うじゃん話が。何何何何何。全員託し合ってんなこれ。やばいぞあの人持ってるカードやばいぞ。縛りね。ここでシルコさんジョーカーを出すって言ってもある。いや出るよね。スペさんが？スペさんが？スペさんが？ね、シルコさんが出しましたと。はい。ああええ？えこの世のすべての2位持ってないこの人。はい。よし。悪いね。やっぱ。やっぱ集まっちゃうんだよな。この世のすべて。買い出しとかしてきてたもんね、もう。なんかもう、手札見た瞬間負ける気がしなかったからな。いやもう、素人でも分かる勝つやつ。あ、俺、負けないんだって。あ、もう勝ちなんだって思ったもん。いやもうダメだってだ高いし数字もあー急に裏切るやん間違えたか何何早く税を納めてくんないかな俺符号だよ なんでそんな4本3枚じゃん終わらせれんのそれでそうなんよなそれで終わらせれんの本当にそうなんよ俺に回ってきた瞬間にいやもう、うん、やめてよ回してくんの普通に終わり終わりどうだ終わらせるってことえ10捨て10捨て知らんのよ10出すとなんか手札1枚捨てれるっていう効果があったりするんだよねそれもまたローカルルールなんだ成り上がるなこれえあいやでもガルテッチがもうあと2枚しかないなんで2枚って逆に苦しいのかい4枚だったらうわー来た立ち切りから上がれる上がれるいやー、成り上がらないな、これ。え、待って、その最後出したやつ、なんで流れた？それもう。さあ、待ってね、まず、これは？いや、わかったわかった。これは？いっちゃん強いのから出すわ。うん。これね。ちょっと待って。これ、カルテッチ一生殴られ続けるパターンあるでしょ、これ。本当に言ってる？いや、うん。これ、いや、あまあでもまた貧民か俺、まあ、2枚で出してたら絶対貧民じゃまた貧民じゃ満足できない体になっちゃってる立ち切りうーんどうなるんだこれはい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 一回1枚で出してみなよ一回1枚出してみなおお2は違う2は違うそれ何だった最後1枚7だったあ僕は6あるさよーし。あー、俺の手からこいつが離れてっちまう。シロさん、受け取ってください。僕の一番、びっくりしますよ。僕の一番強いカードです、今から。今から来るのが、僕が持ってる一番強いカードです。大金民の一番強いカードでも、カルテッツさん、でも、俺もね、強いカード持ってないから、シルコさんとイチャツさんが結局強い。それは。はあはあはあ。くっさいつら。いつか分からせてやるからな。やばい、縛られと。いつかやり返してやるからな。これ多分あれだよね。最後のラウンドが終わって、終わった時の順位ってことだよね、多分。すまん、強いカードしか出せねえ、そんな縛られちまったら。すまん。やば。いっちゃん楽しんでないこの男。大富豪。すまん。クイカの持ってねえんだ。すまん。全部くれたから。多分2枚しかあげないのに4枚くれた俺に。めっちゃ弱いもん俺。確認してくれ。なんか。4枚持ってる人いないのなんか同じ感じ。いないか。なかなかないよねでも。なかなかない。同じカード4枚。うん、高いところで戦うのやめてくんない？
シルコさん上の方の高いカードないぞ。パス。でも多分これ一夏さんがねベラボーに強い。めっちゃなんかすごいな。これあの今低い方から出してってるも多分これ。わかんない、革命起こす気でいるのかもしれない。高いのバンバン出してるから。どういうこと？ほら。うわー！マジ？だと思ったんだよな。それは、まあ、まあ結局パスあれがね。うん。いいん、でも俺これ間違えた気がするな。こう苦しいなこれ。でもそうなってくると。まあでも通るよねこれ絶対。三だから。上から。よーし。出し切ったな。うん。みんなのために。いや三とに逆だよ。起こして。三とに逆だって今出す順番。はいはい、俺なこれ関節さんが強いんじゃないか。みんなこれ革命をね生かして成り上がってくれ。いや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 、俺の状態は俺がきついってことだよねきっとね。どうだ、俺はもう正直またちょっと無理かもしれん。強くない、これ大富豪面白いな、やってる方出すでしょ。やってる面白いなこれ。え、うわ、まあ、優しいの出すか。ちょっと待ってよ、強気に行こう。強気に打っていい、一番強いはずだから。いやー強い。え、俺なえ強くない。まあ逆にね、弱いカードじゃなくて普通にいられるカードくれたんだ。とりあえず揃ってるもんだ。なんかあ間違えた、え間違えた、これいけたんじゃねえか。あぶねー、あぶねー。パスもできますよシルコさん、パスもできるんですよ。いや危なかった。革命が起きた時の大富豪つらいなあ。ギリあれです、まあ、それでもね、それでも対応しましたけど。アルさん行くぞ。いやいやいいよいいよ全然。俺たちの大富豪、優しい大富豪行くぞ。大丈夫です。 A 連打でいいんでしょこれ。 A 連打で出せるやつ出していいんでしょこれ。 A 連打でいい。 A 連打でいいんだよねこれ。めっちゃけそれでいい、めっちゃけそれでいい、うん、もう。なんなのなんなの。おおは、これカルテ一番ムカつく上がり方していい。うん、うわっ、はじきり。2枚同時に出さない。いや、ファイナルラウンドか、これが。ファイナルラウンドは。もう、いっちゃん強いカードと、その次のさ、4ぐらいあるもん。なのに持ってかれたもん、俺。はい。縛り強いなぁ。縛りいいよね。縛り強いね。うん、自分が抱えてると余計強い。え、今引いたみたいなリアクションやめてくんの。今引くとかないから。ええ革命なんないんだ。でも終わるってこと、このゲーム。なんないね、このゲーム終わり。すごい、そんな出し方するの。もう上がるってことなのかな。いや、ああそうか、なるほど。あのこの出し方しちゃったから苦しくなった、もしかして。いや、なんないでしょ。あれはもうあれ以外で出さないでしょ。うーん。いや、苦しくはないけど、ちょっと忘れてたな。いや、頼むよ。え、まだ1枚も出せてない話していい。うんうんうん。あ、うわ、そういうこと。えぐいね。やめたな。石田さん、分かってるよね。やっちゃったかも。やめたな。ちゃった、やっちゃった、これもしかして。ちょっとやっちゃったかもな。3。どういうこと、これは何、このジャブは何。ちょっとやっちゃったんだって。だからやばい、やばいの。はい、あ、それはそれはもうこう、強っ。いや、一番いいリアクションしたやつ持っとるやん。出してくれたかってこと。難しい、難しい。上がれるの？これはさ、
そういう話、そういうこと。あぶねえ。革命家じゃん。そういうこと。革命家やらせてもらってますんで。いや、そういうこと。そういうこと。いや、どうやろうな。初めていけるんかな、俺。ちょっと革命家いいの聞いてないな。よーし、よしよしよし。え、攻めるね。今回起こせないかと思った。攻めるね、みんな。いいんだよ、ビントロにゲバラが。うん、わあ。スリーナイン。どう？いや、ないな。かっこいい。スリーナイン、ナイン。スリーナイン、ナインよ。負けて、負けね、笑ったから。嬉しいねー。嬉しいねー、これねー。これどうしたらいいんだろうな。強いな。いや、カルテスさん、どうなの？俺決めのカードは何なの？カルテスさんの。俺の決めのカード？うん。その最強のカード。この場により最強のカード。マジ？場により最強のカード。そんなんあったっけの人やめて。それだけはやめてマジで。あれ待って、ジョーカーって出た？この戦いで。出てないよ。出てないよ、ね。マジ？一応参加出したでしょ？いや出しない。だからね、俺ジョーカーの存在忘れてたから今回革命を諦めようかと思ってたけど。ああ。パス。辛いなー。いやー。どうやろうな今回。あるか。いや。トリプルはなかなかね強いですよ。初めての。今まで大貧民だったやつが革命家のおかげで初めてのすごなりやがったね。なりやがったぞ。俺出したらどうなっちゃうのって。強いぞ、この場で一番強いから。いやきつい。うわもうダメだったもう。なんでなんだよ。ダメなのか。絶対ダメじゃない、これ絶対ダメじゃない中で来てる。革命怖いよ。革命怖いけどよかった、俺雑魚がいて。あートータルなんだ。あトータルやつなんや。先言ってくんないと。あトータルではないのか。いや最終ラウンドかな。最終ラウンド。あそうなんだ。というわけで、なんだ。今日何やったの。遊び対戦。対戦か。というわけでね、遊び対戦いかがだったでしょうか。今回終わってみたらなんと18くんの3勝ということで。本当だ。圧倒的に。なんか俺ちょいちょい勝ってる気した部分もあるんだけど、ゼロ勝なんだよな。俺も勝ってる気って感じなんだけど。俺も勝ってる気でいたんだけど。というわけでまた次回の動画も見てください。バイバイ。バイバイ。バイバ